こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんはですね、はい、とりあえずは。始まりました、お天気スペースドラマ2015の、2015ですね。はい、そうです。の、今回特別企画というか、座談会であったり、まあそういったちょっとトーク的なことをやって、お客様にスペースドラマというものが何なのかっていうのを、知らせていこうというような企画でやっております。私、司会の安住と申します。バグダッドカフェという劇団で、スペースドラマ2009の優秀劇団に選ばれた劇団の作演出をやっております、で、お相手なんですけど、はい、最初のお相手、はい、このスペースドラマというのが大天院というお寺さんであり劇場であるというところでやってるんですけど、その大天院の寺町クラブという、それあれ何なんですかね。じゃあ、まずそれから説明が、西島さん、あの、そういう大手寺町クラブという会の会長をやっております西島でございます。まずじゃあ大手をご説明しますと、ここは大阪市の天王寺区というところの、はいはい、下寺町というところで、前を町山、抹茶町市ですね、大阪名人の抹茶町市っていうのが、北から南へ走っているところ、約2キロぐらい、北から南に二十数か寺、うん、ここも浄土宗のお寺なんですが、浄土宗のお寺が多いんですが、まあ、並んでるいわゆる寺町通りです、うん、で一番南側には、あの、全国的にも有名な一心寺、はいはいはい、来年の NHK 大河ドラマが真田幸村やりますけども、はい、あの、大阪夏の陣冬の陣で、あの、いわゆる徳川家康が陣取ったところが一心寺なんですけども、でここあとも浄土宗のお寺ですけど、はい、でここが一番北側のお寺の大天院ということです。で実は、あの、前の戦争で、はい、ここの大天院までが、火事というか、焼夷弾で、焼夷弾というかな、あの、焼けたんです。実はこっちから南は全部焼けて残ったんですが、あの、うちで火を止めたと、みんな焼けて、すごいじゃないですか。まあ、そういうところがありまして、実はそれから、あの、いわゆる建物がない状態で、はい、戦後ずっと続いていたのが、1997年、20世紀の終わりに、再建したのがこの大天院というお寺であります。なるほど。で、実は、あの、いや、そんなほっとって大丈夫だったんですかってなるのが、実はここの大天院というお寺は、その後ろには大きな大蓮寺というお寺、ちょこっと泉さんも見張ったと思います。はいはいはい、ありますね。あの、ね、はい、塔頭寺院というんですが、あの、塔に頭と書くんですが、それ大きなお寺の高い、それ小さなお寺が敷地内にちょこちょこっとあったりするんですよ。あの、有名なのでいけば、あの、高野山ってありますよね、はいはい、あそこ行ったら、あの、泊まれる宿坊っていうお寺がいくつかあるじゃないですか、はいはい、あれが全部高野山の、あの、金剛峯寺の塔頭寺院。塔頭寺院、はい、で塔頭寺院の特色は、さっき、あの、そんな97年の最高専で大丈夫やったんかいのは、お墓どないしてんねん、檀家さんどないしてんねん、実は塔頭寺院って檀家さんもお墓もないんで、だから大栄寺さんの、まあ言ったら、まあ変な言い方ですね、あの、小寺みたいな感じのところ。で、97年に、再興する。ちょっと待って、いいですか、うん、それどこまで行くんですか。97年に再興した時に、今、檀家さんがいないので、はいはいはい、ここを自由に、いろんな、あの、文化活動とか、市民活動とかを支援する人たちの活動の拠点にしようということで、市民だけ で寺町クラブというのを作った。でここには前からクリスチャンの方もいらっしゃいますし、多宗派の方もいらっしゃいます。だから檀家じゃないんですよ。ちょっと並びきましたよ、この説明しながら。いやいや、なるほど。ということで、その寺町クラブのいくつかの事業の中の一つとしての文化支援で、うん、スペースドラマというのを97年から始めさせていただきました。うん、当初は舞台芸術に、あの、っていう幅広いものやったんですが、2003年からは現代劇に絞って、うん、スペースドラマで、いわゆる、泉さんも参加してもらった、ね、あの、はい、今の形になったというのが、大体の流れでございます。なるほど。はい、それの今年は2015年版、何回ぐらいですか、はい、2003年からいくと、実は、あの、12年目。わあ、そんなになります、ね。歴史のある。はいはい。はい、はい、そうですね。ありがとうございます。はい、で今回は、じゃあ、今からですね、その参加者の人たちがどんどんと出てきまして、はい、どういった意気込みでやるかなとか、まあ、それぞれの劇団さんをご存じない方もいらっしゃるかと思いますけど、そうですね、はい、ちょっとどんな劇団さんなのかと含めまして、はい、お話をしていただこうという機会ですね。じゃあ席を変わりますので、劇団の皆さん、はい、どうぞ入ってください。じゃあ、どうぞ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 。まあ、お好きな感じでお座りした。内田さん、真ん中にいたんですか。真ん中よいしょ。あとはじゃあ順番に並びます。順番にしますよ。大丈夫ですか。あ、もういいですよ。はい、
ゃあ、いいよ、大丈夫、大丈夫です。なんか、いい感じです。大家族っぽい感じがはい皆さん、映ってますかね。はい、これ、三角のやつありますか、ね。はい、9万人くらいですね。あ、そんなに見てますか9万人見てるそうですけどね、恐ろしいですね。じゃあ、順番にまず、自己紹介をしていただこうかなと思うんですけれども、まあ、お名前とともに、どんな劇団であるかだとか、どんな作品なのかっていうのを一つずつ、そうですね、じゃあ上演順にしていただこうかなと思います。ではまず、なにわグランドロマンさんからどうぞ。はい、はい、なにわグランドロマンの笠原奈美と申します。私たちなにわグランドロマンは、基本的に野外で活動をしてまして、結成は25年前に一大の人たちが結成していて、劇団自体25年で、劇団員も結構年上の方が多いんですけども、今回は結構野外以外にもその活動がありまして、はい、劇場なり、はいはい、稽古場の公演などを行ってます、うん、その時に結構劇団員それぞれのもう、それぞれをこうそれぞれもなんかこう活動できるようになってまして、うん、今回はナイアグラノマンの一番下っ端、下っ端の松田さんが25歳、はいはい、の私が、中心に作演じて初めて、やります。あ、なるほど、はい、すごいフレッシュな感じですね劇団が25年くらいあって25歳なんですよね。生まれた時から劇団じゃないですかではないですけど、まあ、そういったフレッシュな作品もということですね。はい、はい、じゃあ次に参りましょう。努力クラブ、はい、元気努力クラブという劇団の、郷田団地と申します。努力クラブという劇団は京都の、劇団でございまして、2011年に、当時、仏教大学劇団紫の僕と、立命館大学のシャーリックという学生劇団の佐々木俊一という、2人で、お二人を中心に結成した、劇団です。で、まあ、どんな芝居やってるか、内容です。内容かな。だからね、もう暗いんですよそうなんですか。あんな元気よく、はいって言ってるそうなんです。じめじめとしてるやつをやってまして、なんかまあまあ、なんですかね、まあ、暗いけど、うんうんうん、まあなんかその優しいような芝居になればいいなと思って、普段作ってるんですけど、なんかね、その自分の優しさとか、優しさに似ているものに、苦しんでいる人に響けばいいなと思って、そんな感じの、なんかまあ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 ね、まあまあ、ふざけた芝居なんですけど、まあどっちだろうああでもまあ、なんかまあ変な芝居なんですけど、まあなんかそういった優しい感じの芝居になればいいなと思って普段やっているような感じです。なるほど。一個も人気が出ないんです。いやいや、これを機に人気が出るかも。そう、出たいなと思っていろんなとこ出ていってるんですけど。あ、まあ、いやでも優しさにね、気づいてどんどん人が増えていって、でもふざけたこともやるっていう劇団なんですね。そうです。ああ、なるほど、わかりました。その通りです。あ、それそうですか。わかる。いいんかな、これで。じゃあ次行きますよ、もう次。あ、行きましょう。じゃあ次、笑いの内閣さんですね。あ、どうも。はい、こんばんは、笑いの内閣の坂本と申します。こちらですね。映ってるんですか。すごいな。映るんですか。あ、映ってます。大丈夫です。はい、本名です。あ、本名ですね。はい、すみません。親が音楽の教員でございます。あ、へー、はい、ですね、うちは、2005年に、まあ、その先ほどの努力クラブの彼も言っていた仏教大学の劇団紫というですね、うん、F ランクの大学なんですけど、そこに行った人間は僕らとですね、まあ、いろいろ立ち上げまして、まあ、2000年代
今ちょっとプロレス芝居中にプロレスをするプロレス芝居とかっていうのをやってたんですけど、うん、プロレスをするんですか。本当にプロレスしてましたね。芝居中にプロレスのシーンがあるとかじゃなくて本当にリング組んでプロレスしてました。舞台プロレスをしてた、はい、プロレス団体ではない。プロレス、まあ要するに人とほうきが戦うとかそういうようなプロレスをしてたんですけれども、はあはあ、だんだんみんなで上手くなりすぎてですね、人とほうきが戦って、はい、だんだんみんな上手くなりすぎて、はい、普通の役者が上手いプロレスをしたらすごいことですけれども、みんなちょっと下手なレスラークラスなんですよね。なるほど。下手なレスラーが下手な芝居をやっても何の意味もないので、ちょっとまあもう10年代ぐらいのところから、はい、まあ、もうコスゼロやしっていう、なるほど、コスゼロだとか、ポストゼロですね、時代はコスゼロだって言ったんで、はいはい、こちらもコスゼロだっていう、はい、ことをやりましてですね、最近は時事ネタ系のコメディを、あ、社会風刺、はい、社会を切るような、時事ネタ系のコメディをやっております、はい、まあ、いろんな、その、ちょっときっかけになったお芝居がですね、はい、東京でやろうとしたときに、内容が反社会的だって言って、はあ、劇場から使用拒否をされるというので、うまいこと知名度を上げて戦略だったんですね、それは、まあ、これはうまいこと言ったと思っていろんな学者さんとか政治家さんに作って、はい、でこれは問題だっていうと流してもらって、それで知名度がだいぶ上がったんではないかなと。なるほど。まあ、なんかいろいろ永田町で講演をしたりとかですね、そういろいろ政治的な話を中田町でやられた。はい、やっておりますと。あ、すごいですね。なりますので、はあ、まあ、ぜひね、また見に来ていただけたらなと。今、はいはい、12人見てらっしゃる。9万人から12人減りましたね。減りましたね、結構。そうですね。ありました。はい、社会風刺をメイン、まあ、笑いの内閣というか、笑いが多い社会風刺ですね、をやってらっしゃる皆さんですね、はい、すごく癖のある方が作ってらっしゃるので、はい、皆さんお楽しみください。じゃあ次行きましょうか。無名劇団さんですね、はいはい、無名劇団の島原夏実と申します。劇団自体は、はい、2002年結成なんですよ。2002年に結成して、でなんか陶芸とか書画とか生け花とかとコラボレーションした演劇とかを作って、へ、年間3本ずつぐらい、ずっと年間3本ずつぐらいのペースでやってたんですよ、はい、だから2009年にテアトロ新人戯曲賞、佳作賞を受賞したんですけど、すごい、その時に、まあ、ちょっと息切れしてしまいまして、球団というのはほぼ解散みたいな状態になって、はい、でまあ、5年の時を経て2014年にほぼほぼメンバーは変わるんですけども、まあ、若いメンバーたちでもう一回、まあ、復活しようっていうことで去年をほんまに再復帰したみたいな感じの、劇団自体は2002年からあるんですけれども、まあ、お久しぶりにこうもう一回やってきたみたいな状態 でメンバーは大体平均25歳の女子が中心になっておりまして、でその私の説明をしますと、私は若手メンバーの中でも一番長いこと劇団にいて、実は15歳の時から劇団にいて、15歳なんですごいですね。無名劇団さんです。あ、そうなんですよ。実は私の母が制作をやってまして、あ、でその流れで、まあ、私がこの劇団に15歳の時からいて、女子高生劇団員、そう、女子高生劇団員ではない、まあ、そう、まあ、中学生からやってすごいですね。でやってて、で、まあ、休団になった時に、まあ、自分はもう芝居をやめようかなって正直思ったんですけど、こうふと考えた時に、でももう一回真剣にやってみたいなと思って、まあ、1年間修行に出たいと思って、その内藤さんの南川一番大事なさんのお世話だったりとかして、まあ、それが2013年なんですけど、2014年にもう一回、まあ、同じ自分のメンバーでもう一回頑張ろうよっていうので、今回、まあ、頑張り出して21回目の公演がこのスペースドラマの公演なんですけど、私らにとったらもうほぼほぼ1回目ぐらいの公演になってまして、まあ、本格的に2014年から頑張ってガツガツ出ていこうっていうことで、だいたい今月1ぐらいでどっかに顔をしている状態です。はい、まさにリスタートする第1弾という感じですね。リスタートする感じですね。で、作風的にはその、はい、まあ、ずっと劇団の作演を務めている中条武春というのがいるんですけど、はい、その人が書くときは結構前衛的な脚本というか作品が多くて、
で中条抜きで、まあ、劇団員で、まあ、作品を作ろうという時があって、その時はあのやっぱ女子メンバーが多いんで、あの女子全体のギスギスした感じのお芝居。そうなんですか。キャイキャイしてるわけではないんですね。ギスギスした感じのやつで、劇団の中に2種類作風があるよっていうのが、うん、面白いですね、特徴かなっていう感じです。なるほど、そうですか、はい、しっかりされてらっしゃいますね。さすがキャリアは長いですもんね。なんか女性はすごくこうリフレッシュ、フレッシュな感じで、男性はちょっとねじ曲がってるイメージは4団体ですけど、かなり面白い作品になってると思いますので、ぜひこの4団体が一応、争うと言ったら変ですけれども、はい、優秀劇団を目指してこう公演を打つという感じですね。はい、すごいな、あの人すごいな。まあそれで、今回ですね、だから招致枠といいますか、そういった若い劇団とともにですね、この大天さんが、昔の、からずっとやってらっしゃる大先輩の方と一緒にこう舞台やろうよというようなこともありまして、今回お呼びになった南河内万歳さん、内藤さん、はいはいはい、どうでしょう、劇団の紹介とかはされた何したの、まあ、どれどうしますご存知南河内万歳さん、はい、いいですね、ご存知じゃなかったりして、いやいやいや、大丈夫だと思いますけど、あ、まあ、いや本当にね、はい、とにかく適当やってんだよ。みんな結構後輩がいますからね、ことをなんか、はい、あるっすよ、35年後やってるので、はいはい、そうですね、もうそれがこう当たり前になってるでしょ、ああやってることがメーカーにそうやっていくのか、はいはいはい、だからそれほどなんかこう意気込みもなければ、うん、いやこれでも逆に深いかもしれないですね、確かに、うん、意気込みもなければそれほど勢いもつけないし、おかといって、はい、やる気がないわけじゃなくて、はいはいはい、十分毎回楽しんでやってる感じかな。ああ、でもいいですね。もうこんな感じで、うん、なかなか難しいですね、うん。どうしても力が入っちゃったりするし。いやー、楽しかったよ、うちは。わあ、いいな。今の本気のその面を見せていただきましたね。そういう劇団さんなんで、もここは盤石で見ていただいたらええかと思います。はい、じゃあ最後に行きましょうか。じゃあがっかりアバターさんですね。はい。はい、がっかりアバターという劇団ですね、スペースドラマでは、去年2014年の最優秀劇団に選出されました、はい、で、今年協賛公演という形で出させていただきます、はい、がっかりアバターと申します、はい、どんな劇団かと申しますと、やっぱりちょっと言葉で説明するのが今難しい時期でして、いろいろ試しておる時期でございまして、何よりも見ていただくのが、一番の劇団を知っていただくには、なんかもう言葉がどうこうじゃなくて、もう見ていただくのが一番かなと、そういうふうに思います、はい、そんなわけで4月にこちら、宣伝すんの、まあ、やるな、どうぞどうぞやってください。4月の再来週にですね、はいはい、道頓堀ザザハウスの方で、本公演がございます。啓蒙の最果てという作品を、作っております。今それが終わったら、はい、スペースドラマのことを考えていかなきゃなというような気持ちでいます、はい、どんな作品なんですか。あ、ありがとうございます、ですね、すごい苦い気持ちになるわ、うん、これですね、こちらこの作品がどういう作品かというのも、もう見ていただくのが一番早いですよ。うん、もう見てほしい、とりあえず見てほしいです。そのただただ見てほしいという気持ちでいっぱいでございます、はい、ありがとうございました。すごい感じですね、さすが前年の優秀劇団は違いますね。みんな来年はこういう感じになってる可能性があるということですね。汗ばかりかく演歌歌手みたいな締め方せんとあかん。そう、あ、そう、まあ、なんかありがとうございますで締めるっていうね。それでいいか宣伝できたしね。そうですね、そうですね、いやじゃあとりあえず皆さん劇団の紹介分かって、人となりもまあこれで結構分かったような気もするので、あ、なるほど、
実はコーナーがありましてね、うん、お、コーナー、質問コーナーっていうコーナーがあるんですよ。質問コーナー、はい、これはいろんな劇団さんがいらっしゃるわけですよ。今そのいろんな劇団さんがそれぞれの劇団さんに対してどんなことを思ってらっしゃるのかとか、まあ、先輩もいらっしゃいます、フレッシュな方もいらっしゃいますし、どういったことを、考えて演劇やってるのかなとかいうのをちょっと聞いていこうじゃないかというコーナーでございます。はい、そのコーナーには聞きますかね。はい、でじゃあ聞きます。あ、そこから聞くの、いいっすよ、それ炭でやってもらったら映らないですけど、いいですということで、一応ね、あのお題を事前にお渡ししてたみたい で、ね、なんかそれがあるみたいなので、ちょっととりあえず、じゃあ、まあ、内藤さんから言っていいですか、うん、内藤さんからなんか皆さんにご質問が、はい、この演劇に関して、うん、演劇をすることに関して、はい、まあ、ちょっとご質問があるということなので、うんうん、じゃあ先にお願いいたします。はい、みんなどんなバイトしてるの？そんなスルッと入るんですか？結構あれじゃないな、あの、はい、あの客席におられる皆さんもね、はい、やっぱりお芝居やってる人たちを見てるけど、はいはい、そうですね、はいはい、私どうやって食ってんだろうとか、ね、普段は何してはるのかなと。確かに、ね、そうですね、見てると、ね、この人食えるのかなみたいな、まあいろいろやってるわけじゃない。はい、そうですね。それなんかこうベースラインがね、はい、どうなってるの、うん、ああ、それはでも気になる、作家としても気になる部分があるかもしれないですね、うん、聞きたいね。ああ、じゃあ聞いていきましょうか、うん、我こそはみたいな人いるんですか？なんか僕はあれですね、スーパー銭湯の清掃を、清掃してるお金と、あと、まあ、両親のすねですね。あ、すねは大事だね。彼のバイトしてる銭湯はすごくいいところ。24時間なんですか？まあ、夜閉まるんですけど、まあ、2時ぐらいから、朝の10時ぐらいまで休んで、その間に清掃してるんです。ああ、そう。はい。大きな銭湯。いや、まあ、まあまあ普通のスーパー銭湯ですね。あ、僕そこの株持ってたの、上場開始しちゃって。株持ってる。あと親のすねですね。ああ、なるほど。スーパー銭湯とあとは親のすねのこのダブルインカムでやってらっしゃる。よくそういう大きなね、はい、スーパー銭湯で割と男湯ならば男同士で、はい、よからぬことをする方がいるって聞くんだけど。めっちゃ暴れた質問ですね。暴れてます。でも聞きますよ。なんか鍵をつける位置とかで。事実の場所ね。そんな暗号があるらしいです。ちょっと申し訳ないんですけど、僕はあのお客さんがいてない時間でしかそこにいてない。じゃあ後で。そうです。だから妙なものがこう湯船に浮いてるとかはない。いや、まあまあまあ汚い話になりますけど、まあ汚いものが浮いてるとかっていうのはたまにありますね。まあ皆さんね、裸で入ってるしね。はい、糞尿はないんですか？糞尿。いや、そんなこと具体的には言えないから。まあ、ちょっと待って。今汚いなんなんこれ。なんなんこれ。盛り上がれっつったけど、そういう方向じゃないよね。汚いものが、そうです。今言うてた汚いものが、はい、あ、そういうこと、あ、そういうことですか？そうなんですか？糞尿です。なるほど。糞があるんですか？あ、尿は流れていくんで、この話にしますか？広げていきましょう、じゃあ。でもお子さんなんかね、集まる気持ちよくなって。そうですよね。そんなん言ったら、そこのスーパーセント行きたくなってるじゃない。でも、ふんがもしあったら、まあ、高野さん どうやって行ったらいいんですか？なんか、あの、鍵の人が行ったらいいんですか？もし自分が生えてる時に発見してしまったりしたら。浮いてたら。それは、まあ、そっと流してくれたらいいんじゃないですか？お客さんは自分でやんないから。次行くから。糞尿の話でもやらんのよかった。あとで時間はみんなでやる。内藤さん。僕はいいです。あ、そうですね。はい、でもなんか糞尿の話。もうええやろ、糞尿の話。飛ばすな。増えた。みんなうんこ大好き。ファンがやめとき、やめときも。いや、もう次行きます。京都の品格が落ちる。それ言うことだ。こちらはそうですね、ちょっと爽やかな風を入れていただきたいです。一旦落ち着いて、はい、映画館で、まあ、素敵ですね。全然違うこの違いありますね。糞尿にまつわるエピソードある？絶対ないやろ。待って映画館の怒りとかそういうのもういいやろ、糞尿の話も。はい、映画館もね、割と映画館でそのよからぬこともういいですよ。もういいでしょ。こういう映画館はもう爽やかな、爽やかな方に行きましょうよ。僕はあのロードショーの映画館ですか？そうなんですけど、
そういったこともあって、あれですか、クラインだからあるんですよ、ね、あ、そういうことですかね、あ、そう注意しに行ったりもするんですか、いや、もう現行犯で捕まれる、へぇ、男同士こだわるし、単体で単関係なんですか、そうだ、単つながら単体で映像を見ながらということですよ、あーすごいですね、でも一人でちょっともう眺めが見えてしまったら捕まりたくないですか、みんなそういう話しだす、捕まりたくないですか、細村さんに捕まるんだったら俺は捕まりたいわ、なるほど、そういう気持ちになりました今、すごいな、それで一本台本かけるんじゃないですか、映画館でそういう楽しみなんだけど、もうそれしかないんですか、エピソードそれしかないんですか、もっとなんか爽やかなやつないんですか、おしゃれな、はいはい、そうです、熟年のおじいちゃんおばあちゃんがこう毎日の楽しみに映画館をこう二人寄り添って、双子のように寄り添って生きてたら、ブーツ履いてますね、そう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 、ちょっと一回休みしてくれめっちゃいい話、めっちゃほぼほぼとしたいい話やそうそうそう、何でも持っていく振りみたいな感じ、選択いろんな人は見れるのね、そうですね、いいですね、いいですね、じゃあもうちょっと爽やかな話、この中でね、クソ真面目な感じなんですけど、あちょっとドキッとした、ね、ちょっとクソだけに、クソだけに、はい、あのミニミニという会社の会社で、賃貸、はい、会社で、あのグラフィックデザインの、うわすごい、素敵、どこもちですよ、あの2個やってまして、もう1個があの芸術創造館とかを運営しているあの、はいはいはい、アートコンプレックスの会社のつながりで、あのクレオ大阪っていうところがありますね、はい、そこのスタッフもしてます、ね、おクソ文字になっていやいやいや、いいですそこからどうやってつなげるか適用が問われてますいや、めっちゃおしゃれだねそうそう、素敵な、ね、うん、横文字と公共やからね全然、全然かなわでも結局うんこはされますよ全部やん、そしたらその返しがこれ、ちゃう期待してたやつちゃうかも卑怯ちゃうかももうちょっとアンディうまくやるやろ正直正直ね知らんワードいっぱい入ってきて頭がパニックになってしまってじゃあ高橋さんはい、なんかうちの制作がハキハキと大きな声でって注意してるんですよあー、なるほどはい、もう僕はですね、まあ、主婦で結婚するんですよ、うん、主婦みたいな夫の方の主婦結婚で結婚もされてらっしゃる奥さん一人ねあので、まあ、不要はっきりってますあ、すいません先輩はっきりしゃべってますあ、そうなんだあので、不要を外れないようにアルバイトはあなるほど、ね、ちょっとピザ屋とかなんであんまりちょっとね不妙とかにつなげられるいやでも彼ならやってくれると思うんですけどいやそっちに行くんですか泉さんそっちに行くんですかピザ屋さんピザ屋さんいいじゃないですかピザ屋、はい、ピザの宅配とかそういうあ運転して持っていかはるんですかまあ、あの適温の日は運転配達をして、はい、暑い日寒い日は後輩に行かせて店の中でダラダラするというそれ今言って大丈夫なんですかいやもうそういうそういうことをしてお金をいただいているということですそうなんです次の主演女優もねそこのピザ屋で働いてるへえじゃあピザ屋で知り合って主演女優にっていうことですかいやそこを探してるっていうので紹介したんですけど、ね、ああなるほど逆だったんです、ね、逆だった紹介料がもらえるで不要をちょっとこの前、はい、ようやくちょっと演技収入が去年ねちょっと多少あってやったと思ったんですけど不要が外れそうになってこれやばいなってうん、あーそっかなんでこれも経費だあれも経費だって頑張って確定申告をしてきて、はいまあ、あんまりどういう技を使ったかっていうとちょっと税務署からいろいろそうですね一応ね世界に配信されてますからね配信が終わってからそうですねぜひ聞いていきたいところですねそういうようなことをやって、はいまあ、でもねなんとかもっと稼げるようになったらいいなと思っております、はい、終わり割としっかりしてましたねじゃあ締めよう僕はコーヒーショップでおしゃれおしゃれマジか何コーヒーなんですかタリーズコーヒーにマジでおしゃれで、辞めましたああはい、辞めましたのでこのような髪型になりましたあ、はい、体とか何ですか、 なんかうんこのせいとかそういう感じうんこを、うんこと言い過ぎたバイト中に
ですね。で今はもうお母さんにそのメールをして、はい、そのできるだけお金をもらってないように見せかけながらお金をもらうっていう。どこってどこ？お金はやっぱもらうわけですよ。はい、と1週間に1回ぐらい。あ、お小遣いとしてというか生活費としてもらう。そうですね。生活費として。それはなんか母さんもしもし助けてとかそういう。そのパターンも的な感じ。パターンも変えますよねやっぱり。そのやっぱり定期的にそのお金を責めるっていうのはやっぱり罪悪感が芽生えるんで、うん、罪悪感が芽生えるんで、うんうん、そのそ、ね、ちょっと折り入った話があるんだけど、うんうんうん、ちょっとまとまったお金がいるようで来月には返せるから申し訳ないけど5万円ほど貸してほしいっていうような言い方をして、うんうんうん、で来月になったぐらいに1万円貸してくれんっていうのはいけるんですよ。おー、なるほどね。先にちょっと保険かけておくっていうか。そうですね。なるほどね。これ何を放送してるんですか。これはアートテクニック残るんでしょうか。いや、残りますし。お母さん見てないんですかね。見てないですかね。見ていないことを祈りましょう。ちょっとお母さん見ていたらこちらにコメントいただくなら。あ、そうですね。こちらの方までコメントいただく。すごいね。すごい人が演劇祭やるんだね。まあ皆さん、まあでも逆に言うとそんな変な人らばっかりがやってる演劇祭ですから、まあこれは普通のもんではないでしょうね。多分面白いもんが出てくるやろうなっていう気がしますね。そのコントラストも面白いかもしれないですね。これご満足いただけましたか皆さん。うん、でも似たりやったんじゃないのみんな、その芝居やってる人もしてない人も。ああ、でもそうですね。うん、ね、そうでしょう。普通に働いてる人とかってそうですし、確かにあんまり変わらないかもしれないですね。うん、うん、なるほど。就職しなきゃそうだな。うん、そうですね。就職できなかったですもんね。え、そうですね。もう仏教大学全然就職先がなくて、言うなそういうことを。就職先がなくて、仏教大学の名前。あ、そうですね。いらんまでやってないよ。まあ、え、就活したの？してないです。僕はしたけど、どこもなんか。来なくていいよって言ってしょうがないから劇団やるかあ、そういう感じで入って皆さん、就活経験者なの？就活やってないですね。やってない。だから就職先があるとかないとも知らないです。あ、もう眼中がなかった。なかったです。もうやろうと思って。もう芝居をやろうと思ってた。はい、もう直の先輩なんですけど、学生劇団で、うん、だから彼の背中を追いかけるようにして、あ、なんてかっこいいことだ。暗い背中をちょっとこんな人やと思ってなかったです。大東さんは就活はしませんよ。もう大学の2年の時にこの、ね、ご存知を働きしたので、はいはい、結局そこからずっとですからね。就活とかしてる暇なんですね。バイトとかしはったんですか？バイトしましたね、随分。いろんなバイト。どんなバイトをされたんですか？もうね、客商売がダメなの。ああ、お客さんにこうなんか出すとかっていうのはもうダメだ。嫌なんですかそれ？嫌っつうかね、はい、なんだよ、こうちょ水くれるとかって言われるじゃん。はい、水ぐらい自分でくれないなと思うの。お店にいるんですよね。店員さんですよ。店員なんだけどね。水ぐらい自分でやったらいいじゃないかと思っちゃう方だから。思っちゃう方なの。じゃあしかない。だって500円ぐらいの転職食ってて、ね、水くれってその上の方からなんだよって思っちゃう。ああ、なるほど。高級、ね、レストランかなんかで、そういうのもなんかこう、品物代金乗っかってるみたいなところからちゃんとしなきゃいけないと思うけど、安いところでそんな偉そうにするんだなっていうみたいなふうに思ってしまったりとか、とりあえずなんかいろんな人が来て、はい、ちょっとカチッとくるやつも来るじゃないですか。見えますね。ちょっと、そういうのを多分自分が無意識のうちに出てたんだよ。もう顔とか感じとかで出ちゃってるって。そうだから自分はそんなにああ困ったなとか、はいはい、ああやこしくなって困った顔してるんだけど、どうも俺の困った顔は困った顔に見えない。ちょっとイラついてる、怒ってる感じっていう顔をしてるみたいな。はあ、内容は違うんですよね。あ、全然困った。もっとあ、困ったなってこう下の方からこういう気持ちでいるんだけど、どうも顔がその中の方が、あ、そうなんですか。うん、あ、なるほど。で抜かないので、はい、ほぼ肉体労働が返ってましたよ。ああ、なるほど。物と相手する。おーおーおー、人ちゃんが壁とかね。うん。そういうものと向き合いながら仕事をすることが多かったね。あと酒とかね、酒を運ぶとか。酒は運べるんですか？そう、酒はね、ほら、配達だから。ああ、酒屋の配達とか物だからね、物を持ってくんだよ。まあ、お客さんと会わなきゃいけないんですけど、はいはい、そこは大丈夫。そこは大丈夫でした。酒屋の人はそんなに大丈夫だった。
大で、あの境の、あの境の人にくれよって言わないですもんね。そう、そうですね。怖いのは人よりも犬とかですよ。イタリアにでかい犬がいて、犬とかするので、それは怖かったけど、はい、うん、その奥様とかは非常にいい方、地の方が多かったですね。いや、歴史ありと言いますか、いろんなことやられてらっしゃるんですね。いろいろな人よ。すごいな、人嫌いからスタートして。人嫌い、接客嫌い。あ、接客嫌い。はいはいはい、最後は酒と犬に吠えられるっていう。あ、いいですね。そうか、じゃあちょっとこんな感じの質問をですね、2、3やっていこうかという感じで、はい、もう一個、じゃあ逆に、どうしようかな、逆にじゃないな、なんか坂本くん、なんかそれこそそういう内藤さんにお聞きしたいことがあるという情報が知ってるけど、めっちゃうんこの話した後にすげえ真面目な話になっちゃうんですよ。いや、だからそのギャップで多分切り替えていこう、切り替えていこう。そうですね、劇団を、まあ、うん、みなりさんやってるわけじゃないですか、はいはい、やっぱり、はい、バズ一座さんはもうめちゃめちゃ長いですし、もう僕だって生まれる前からずっとやってるわけじゃないですか、うん、でちょっと最近思ったのが、その作品を作る能力、その作品を、作り出す能力と、うんうん、劇団っていうものを維持したり、その劇団っていうもの自体の、価値を上げるような能力、うんうん、そのいろんなことがうまくいったりとか、うんうん、劇団員同士がこううまくいってたりみたいなことってやっぱり違うんかなというか、劇団力と作品力って違うんかなというようなことを思いまして、うんうん、それをなんとなくお聞きできればなというふうな、ちょっと言葉足らずかもしれないんですけど、うん、あ、すごい。これはじゃあ重要な真面目な、はい、どうですか、どうですか、いや、はい、単純にさ、そのものすごくお芝居が面白いけど、その組織としては嫌なやつがいっぱいいるっていう組織と、うん、あ、すっげえいいやつばっかりだけど作ってる作品つまんねえってのと、うん、どっち取るかっていうことだよ、うん、な、極論はな、うん、そうするとどっちなわけ、あまあでもだから前者になるかなっていう感じですね。そうだよね、はい、その作ってるものがさ、作品が面白ければさ、やっぱ人集まってくるんだよ。ああ、なるほど、なるほど。出たいっていう人も集まってくるし、うんうん、そしてやっぱ面白ければお客さんもそれなりの反応があるし、うん、やっぱりその劇評とか評価する人たちもそれに注目してくる、うん、作品が面白ければね、はい、うん、その時にその内部がもう喧嘩ばっかりして、みんな仲悪くてもあんま関係ないよね。あの昔さ、一杯のかけそばっていう本がすごく売れたの知ってる、バブルの昔やったな、うん、でその作者の人がすごくなんかいい加減な人だったみたいなことが記事に、あ、そうなんですね、出たんだけど、作品の本人がどんどんだらしないか関係ないだろ、うん、作品は素晴らしかったからいいんじゃないか、うん、っていうことだよね。そうですね、うん、だからといってその組織がぐちゃぐちゃで、うん、基本は続かないね。いい作品作っても分裂しますよ。なるほど。だからまあその組織っていうのはどういう組織がよろしいっていうのは、うん、そのそれはそこに集まってる人によってそのこれが正解ってないよね、劇団っていうのはね。ただその鈴木達さんが書いてるように、その劇団っていうのは多分特殊なんだって言ってるよね、あの人、うんうん、そのもし作品を作って上演して発表すると、うんうん、それをしたいがための集団ならば、なんとか企画とかなんとかユニットとか、あ、なんとかプロデュースでいいだろうと、うんうんうん、劇団と名の付くものはやっぱり劇団の定義のもとになければいけないみたいなこと書いてるね、本、うんうん、でそれは何かっていうと、その演劇集団、うん、演劇創作集団を劇団というならば、その劇団にはそれぞれにその方法論がなきゃダメだと、つまりこの集団はこういう方法論でお芝居を作っていくと、ね、それに賛同し、その可能性に自分もチャレンジしたいという人が集まってきて集団だったの劇団だというわけ、うん、つまり肉体論なり、方法論なり、何だかこの劇団は演劇をこういう
とこういうふうに取り組んでこういうふうな開発をすることによって新しい発想や物語やあの作品を作り上げる方向に、向きますよっていうことがあってそれを全員が理解してるのができたんだと。そうじゃないのはなんか面白いものを作りたいけどにあの人面白いからいいんでこの人でもなってでこれの組み合わせやったら面白いなんじゃないのかっていう、 こうプロデュース公演的なものになるよね。うん、だから劇団というならばそれが必要だということになると、まあ、そこさえぶれなければまたその最初にその劇団が歌っているその心みたいなものに可能性があってぶれずに何回やってもそういう取り組みがまだ先の先を目指せる可能性を持っているならばそれは続くだろうね。内藤さんそのまあ関連になりますけれども、その最近は、まあ、衝撃業界とおっしゃったように、うん、ほとんどなんかプロデュース団体みたいなのばっかりがあって、うん、それでフリーな役者、本当に一昔も考えられないですけど、もう所属しない役者がすごく増えているで、うん、もう実質的にうちの劇団でもレギュラーで、周りからは劇団員だと思われているような人間までも、うん、あの泉さんとも出た時に、かっこ笑いじゃないかって考えたね。最初はそうじゃない、ね、そう。ヒゲダルマンという、別の団体の人。まあ、そういうような人間までその増えてるとか、そうなぜそのここ、まあ、10年ぐらいのことだと思うんですけれども、うん、そういうことがやっぱりその増えてきているのかなとかっていうのはどう考えてますか。それはね、まあ、単純にトレンドっていうことじゃないんだけど、うん、そのやっぱりね時代もあると思うの、ね、はい、で、そもそも古くはやっぱり戯曲の時代っていうのがあって、うん、つまり築地小劇場とかあって、うん、シェイクスピアとかチェイクの方が入ってくるには戯曲の時代っていうのがあってそれには多分唯一無二の解釈があろうってんで分断の人がガンガンやったわけだ、お芝居ね、ほんで見ててちょっと違うとそのセリフが違うなんてこう客席から言う人がいたわけ、ほんでケンケンガクガクやったわけ、ほんでその後にその作品に芸術作品に唯一無二の解釈がありえないと、逆にこうもやれば こういうふうに発表もできるこういう解釈もあるというその幅が豊かなものが芸術作品なんじゃないかっていうことになってくるな、ところ演出家の時代になってきて、なるほどなるほど、このテキストの解体とかっつってね、こう解釈みたいな解体して作品を上演するみたいな時代が来るわけで、はい、でその中でそのそれが発展してていろんな演劇の実験が行われる中でこうアングラの時代がこうあって、アングラの中でいろんな方法 の模索が行われたわけで、でその実験の中で5年やったら同じ繰り返しになっちゃったからこの方法論がいろんなことが行われて結局いくつかの方法論が残って、このアングラの時にやはりその実験するためには集団が必要だったから劇団がいっぱいできたわけ、その面白い実験と方法論 で先を見たその上京劇場とか寺山さんとか、はいはい、あと太田翔吾さん、はい、佐藤真子さん、はい、まあ、もっともでいらっしゃいますけど、はい、そういう人たちの方法っていうのが劇団としての時代を作っていたんだよね。でその劇団の時代の延長で僕らみたいに1980年代から、はいはい、そういうアングラから出てきた面白い方法論を何かこう演劇的よりも割とこうもっとエンタメ的に遊んじゃえみたいな延長がいっぱい出てきて、うわーっとそれでこうすごくアングラ的な手法が一般的になってきて、ほんでなんか面白いく世間もそれ面白いな、はい、そのテレビとか今までの商業演劇じゃ見たことなかったみたいな感じですごく面白がっちゃった時代が、はい、バブルの頃ね、そうですね、ちょうどありましたね、はいはい、でそれで大体そのバーッとみんなが出てきて人気を博したんだけど、まあ大体10年から15年ぐらいで息切れしちゃって解散とか、うん、まあこっちのはカレンダリアとかでピンでやりましたとか俳優がね、うん、で割と商業演劇なんかもう小劇場の演劇、劇団あの劇作家や演出家それから俳優っていうのは使えるぞっていうふうになってきて、うん、結局それがこうどん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 こう割とお金になる舞台に引っ張られて出してマスコミも使うようになる、今まではそんななかったもんね、あんまり。そうですね。そうすると今度ね、これ俳優っていうかプロデュース公演の時代になって俳優の時代になって、あの人とあの人が今度あれをやるらしいとか、どこどこがこの演出家で彼と彼と彼を使って彼女がヒロインでやるとかって、そういうプロデュース公演の時代組み合わせで楽しませる。うん、それでまあ結局組み合わせの妙だから、うん、大体やっちゃうともう大体、まあそうですね、まあ、人が来たかっていう感じは今すんだけどね、うんうんうん、でただその現段階で今劇団の時代かっていうと、はい、
劇団の時代じゃないなと思うね。だからさっき劇団とは何かみたいな定義の話をしたけど、はいはい、いいんじゃないのそんな堅苦しいこと言わなくてっていう、ね、まあでも経てるわけですね。次の時代ももう終わりそうだと、うん、次は何の時代に行きましょうかね。でも気にはなるよね、うん、今から僕たちとしてはね。確かにその何年か前までうちの劇団にこの人出たっていうことびっくりとかっていうのが言われなくなりましたね、うん、誰が出ても、うん、誰が出てもこの人出るのっていう、うん、そうでしょ。だからそうね、これね、どっかすごくバーンと衝撃場で面白いことやってるかバーンと出るとそれに引っ張られてる劇団の時代っていうのがまた回復する可能性はあるんだけど、うん、どうかね、こういう一応アベノミクスで頑張ってはおられるけど、そんなに実感として景気回復してないでしょ。ね、その時代になんかちょっとよくわかんない。なんかそうですね。ね、集団がポッとできてすげえっていう風なにはならないので、あんまり。うん、やっぱり確かに作家か演出家の時代がちょっと来るかなっていう。はい、作家がね。作家、劇作家、じゃあ、うん、劇作の戯曲に戻る可能性はあるかもしれない。ある。ちょっと浮き足だった時代が続いたので、ぐっとこう締まったベーシックな、うん、なんかこうしっかりとした構造と、うん、会話体で書かれた戯曲っていうものが、はい、うん、平田君なんかさ、はい、その平田君って言うんですか、平田織田さん、平田さんです、平田さんです、平田さん、平田さん、平田さん。まあ、さ自分は本意だとは思ってないけど静かな演劇と呼ばれて、うんうん、その当時そういう戯曲が割と多かったでしょ。そうですね。で割とあこれでいいんだと思った人がいっぱい、はい、うんうん、その手の静かなやつ書いてあったけど、今もだからそこがこうグイグイ来てるというか、うん、青年団リンクから伸びてきてるっていうのがありますね。僕はその平田さんと一緒に話したことあるんだけど、はい、そのいや静かでも全然いいよ、静かな演劇と虚弱な演劇違うからねって、うん、か静かなもので素晴らしいものいっぱいあるけど、うん、なるかこの程度でもう芝居になるんだと思ったって何も起きない芝居、うん、拾わなだけだねこれはっていうのも多くて、なるほどなるほど、うん、確かにそうかもしれない、ね、静かな向こう側が見えないのがやっぱダメだね。うわすごい話になっちゃった。あんなになんかうんこの話もね思えないような展開になりましたけど、ちょうどねちょ5時間もぼちぼちなんですよ。でまた実はいろいろね質問こんな話がいっぱいあるみたいなんですけど、ちょっとまたそれは今後この後また別撮りで撮るかみたいな話があって、でそれを実は、うん、今度どんどん出していくんだよね。どこで出すんですか。俺そこまでは実は打ち合わせにしっかり参加してなかったからあんまり分かんないんだけど、大天使さんのホームページだとかそれ以外のところにいろいろ今後、このスペースドラマの期間中もどんどん出ていくということなんで、うん、今みたいなお話がねどんどん聞けるということも、あ、なんですか。それを記事にして紙にして挟み込んでいくらしいです。え、あ、そうなんだ。あ、声の時に、それ声の時に見ないけど、この座談会の続きは、あ、そっか、読めない。あざといですね。あなたがね言い方がある。でもそういうことですね。だからそれは全部を見たい場合は全部のお芝居を見ればそれを集める。どうやらあとこれからユーストが終わってから60分座談会するんですけど、多分まあ10分ずつ分かれて、うんうんうん、そう記事になるらしいです。ああ、なるほど。6団体あるからっていうことですね。あ、素晴らしい。あの人便利です。ちゃんと打ち合わせで、ね、聞いてましたからね。さすがや。9時から9時10分までは、はい、ナニワグランドロマンさんの順番にね。10分から10分は、はい、順番に。だ9時20分から9時半のところが僕のうちの笑えない時に入るんで、その10分間で一番面白い話をしようっていうの。はい。そしたらうちに。頑張ろう。そしたらその時間に面白い話しよう。そうですね。じゃあそういう形でやらさせていただきます。で、4月の24ですから、もう言ったら来月というか、もう今月と言ってもいいぐらいの感じの距離感なの で6団体が見れる、パスチケットみたいな、なんか投資のチケットも安くで販売されてらっしゃいます。それはあのお天使さんのホームページだとか。おいくらですか。安いですよね。俺覚えてないな。僕らのあそこ。これ僕これ見たらよかったな。
でもそれぞれの劇団さんは2000円からまあ3000円とかそれぐらいなんですよね、はいはい、だから全部合わせていくと大体まあ1万2000円から1万5000円ぐらいになりますかね。おえ投資だと7000円です。安い。限定50枚ですけど、え、これ普通に驚いたな。これあ、ほんめっちゃ安いですね。こんな安かったんや。そんなのいっぱい来たら普通の取り分がどうなるんだっていう。ああ、そうか、そういうもん、そういうのはまたその後の話になりますかっていうような、まあ、チケットもございます、はい、で、まあ、あのこれからもこういった結構変わった人たちがいろいろやってるのでかなり面白い作品になると思います。はい、じゃあそんなところで今日この分は終わりにしましょうか。もういいですか、締めさせていただいてもよろしいですか。はい、出場していただいて、じゃあ今日は本日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。この番組はご覧の皆様の提供でお送りしました。